も意外とケアを怠っている首、実は首のシワが多くて老けて見られているかもしれません。首のシワは顔の表情筋や首の筋肉が衰えて皮下脂肪がたるむことでできます。たるむイコール老化と思われがちですが、原因はそれだけではなく日々の生活にも隠れています。一つ目は枕の高さです。枕が高すぎると首の前側が縮まるのでシワができます。それが長時間毎日続くことで首のシワになってしまいます。二つ目は紫外線のダメージです。顔と同様に紫外線は体内の活性酸素を増やし、乾燥や肌の老化を促進させ首にシワを作っていきます。三つ目は姿勢の悪さです。スマホを打ったり本を読んでいるとき下を向く姿勢が長くなっていませんか？また猫背やストレートネックは首のシワの原因になります。このように加齢と関係がない日常の生活でも首にシワを作る原因となるので注意が必要です。明日は首のシワ取りマッサージをお伝えいたします。